ある北韓軍、中国軍墓地地図北韓軍、中国軍墓地は、韓国、軽喜道破州史跡上面屈の矢里山55番地に、ある、朝鮮戦争で戦死した北朝鮮軍や朝鮮、戦争後に、韓国へ侵入した武装ゲリラらの遺体を埋葬した、墓地。韓国では、敵軍墓地の名で呼ばれている。冷戦の終結後、南北和解の機運が広がる中、 ジュネーブ条約第1追加議定書の第34条遺体の扱いに従い、1996年から全国に散在していた遺体を集め、第1母域を1996年7月、第2母域を2000年6月に整備。面積は約6099平方メートル。陸軍25師団70連隊3大隊が管理している。2011年の時点では、 北朝鮮軍戦死者の意外709体、中国軍戦死者の意外255体など合わせて964体が埋葬されていた。2014年に中国軍の意外362体が中国へ送還されたことに伴い、2018年4月に北韓軍墓地へ名称が変更され、870体が埋葬されている。ソウルから訪ねる場合、電鉄、 競技線で分散まで行き、市外バスターミナルから新森交通92番バスに乗車、長葉一里で下車。東に向かって37号線を1.7キロほど歩く。ありがとうございます。